セマウル精神と記された氷柱セマウル運動は、韓国で展開された地域開発運動。勤勉、自助、共同を基本精神とし、1971年から全国規模に拡大した。農民の生活のセマウルの意味は、新しい村である。1970年4月22日に、北世紀大統領が、 全国地方長官会議で提唱したのが始まりで、同時期の北朝鮮における国民運動の地里場運動を意識した政策と考えられる。日本統治時代に朝鮮総督府が進めた農村振興運動をモデルにしたものである。この運動にちなみ、僕大統領自身がセマウル運動家を作詞、作曲したのに続き、快活なセマウル歌謡が次々と作られ、 放送や拡声器を通じて終日留付された。また優等列車がセマウル号と命名されたほか、金融機関であるセマウル金庫が設置された。大韓民国政府はセマウル運動を通じて国家社会発展に寄与した功績が明確なものに授与するセマウル勲章を1973年に制定している。なお、この運動の発祥地は、 京承北道の清道軍とされており、狭ウる運動発祥の地、清道というキャッチフレーズと狭ウるのイメージが入ったマークを特許庁に商標登録したと発表した。一方、歩行士は同式宅区固形面、文星道が公式的な狭ウる運動の発祥地であるとしており、発祥地をめぐって、京晶北道清道軍と歩行士は法廷でも争った。 セマウル運動の目標は以下の通り、すべての住民を自発的にこの運動に参加させ、いわゆる精神革命を起こす。社会開発を通じて住民がより暮らしやすい村で、福祉生活を楽しむ。経済開発を通じて、村の労働生産性を向上させ、個人所得を高める。セマウル運動の源流は、1930年代に朝鮮総督府の宇垣一世総督が進めた。 農村振興運動である。宇垣総督の下では、李氏朝鮮時代の悪兵であった、高利債の整理、収支の均衡、食料の充実ということに重点が置かれた。高利債の整理では、金融組合だけでは対応できないので、預金部の定理資金を何百万円か、毎年金融組合に、植産銀行及び連合会を通じて借りるようにした。トイレがなく、 農村ではそのあたりで用を足し、街中では、オンドルの中の壺に夜に小便して、朝は窓からパッとそれを捨てる状態だったため、トイレ作りの費用を予算で補助し、亀を埋めて大小便を肥料として使うことを指導したりした。稲作では、朝鮮ではそのままばらまいていただけの作付け方法だったため、縄城を作って稲を植える方法を教えるなど、あらゆる面において、 手取り足取りの親身な指導によって次第に全般に農業振興事業が行き渡るようにした。牧世紀は農村振興運動の人材育成のための指定校だった継承北道の聞き喜び国民学校で教師をしており地域の農場でも指導していた。セマウル運動の標語は農業振興運動の標語と全く同じである。2009年より韓国政府は アジアアフリカの途上国における農村近代化運動支援事業として、セマウル運動の実践指導をはじめ成果を上げている。これを受け、セマウル運動記録物がユネスコが推進する記憶遺産に2013年に登録された。一方、ムンジェインが大統領に就任した以降、セマウル運動に関連する事業が大幅に縮小し、セマウルに由来する名前が変更されるようになったことが、 見られた。文政権の赤平生産政策の一環であると考えられる。ありがとうございます。